辰川さんと小野さんは、大野さんが1年先先入ったね。そうそうそう、あ、物言わかったけど、3年ぐらい。それは3年もいったら3年でしょ。2年もない、まあ、1年はもう1年か3年だったら。いや、1年じゃなくてね、あのキャンプが終わって、夏ぐらいは一応私が1軍上がる前、最初2軍スタートやから、はい、あの時ね、あの小川がおるじゃない、はい、小川がおるのとすごい仲が良かったのよ。そうそう、小川さんは小野さんの同期よ。同期同期同期よ、うん、山崎と小川は同期だっけ。いや、そうですけど、え、大野も同期なんです。ちょっと遅れた。で、彼らは年が2つ下なんです、うん、いやいや、3つ下3つ、うん、だから76年のドラフトで77年の入団、はあ、で俺も76年の入団になってんだけど、はあ、俺は77年にテスト受けたわけだから。でも一応同期入団、でも一応同期入団。そうそうそう、ああ、じゃあ山崎さんも同期入団。そう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 、はあ、で、小川と大野はめちゃくちゃ仲良かった、うん、で、わしがあのちょっと大学から入ったもんじゃけ、偉そうにしとったん、軌道層で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 、2年目だよ。俺は王の性格知ってるように、6時の飯より早く5時50分ぐらいからさーっと食べて、お、行くんじゃねえ、パチンコへ。パチンコですか。いや、いわゆる西南のパチンコへ、一生懸命。君も言ってたじゃん。わしも言ってたよ、みんな言ってたよ。わしらお前、わしらちょっと練習が終わるだろ、風呂入って、飯食うて、夜間練習が8時ぐらいかな、あの頃。やっしょ、いや、もうちょっと早いよ、知らん頃だよ。知らん頃だよ。その1時間半の間に行くんじゃけんね。あ、その1時間の間に必死に行って、ほんで必死にこうやって、ほんで今度帰るだろ、帰って、あの藤井さんやら何やらかんやら、あの雨天場できたばっかりだけど、ちょうど、あ、上のレフトの、あそこでブチブチ上げて、はい、で、そっから1回帰ったら、今度あの元気な人が待っとるわけだけ、飲み行くぞって。あ、もう本当に軌道層だったんですか。シーズンなんで、いや、それはもうずっとあとあとですか、うん、軌道層シーサイドホテル、シーサイド、はい、で第一夜のって日南ホテル、日南ホテルのがあった。あ、そうなの。ちょっと丘の上にね、あ、そう、あの南港タクシーがあるじゃない、はい、あの上が日南ホテル。あ、そうなんですか。今さらちまってるけど、僕はあの最初はあそこの何ですかね、シーサイド、うん、シーサイドだったんですよ。僕シーサイド覚えてるんですよ、昔のね、名前はね、はい、そうそうそう、だから優秀な審査員だ。その軌道層からだけど、そうよね、優遇されてるよ。いや、違う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 、軌道層はだってもう裏方さんがみんな、ああそうだ、そう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 やったかな、そうなの、いくつ、僕らいくつ違うんですかね。10違うんですよ、小野さんと11、11違うんですよ。お前39年だろ。いや、違う、言ったこと言わないでください。41年です。41年、じゃあササラの1個上よ。そうそうそう、ササと12違うんですよ。そう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 、健次郎の下が誰になるの？一個下は。一個下。尾形。僕の一個下が笹。笹の一個下が尾形。尾形、金本。その一個下が前田。尾形の下が前田。ね、あいつ前、江藤が僕と同期なんですよ。同期で4つ違い。その一個下が前田なんです。で、江藤と金本一緒やろう。金さんよったっけ、江藤が金本の一個下だ。そうよ、だから江藤がいて前田がいる。前田ゴールだ。ああ、そうそうそうね。そうそう。前田の年はなかなか分かりづらいけど、うん、な、みんな分からないわ、年は。うん、最近分からなくなりますけど、ね、まあでも江藤が同期なんで江藤の一個下っていうのを覚えてるんですね。うん、じゃあこの次わしらの後はもう絶対前田だな。やっぱりちょっと前田で盛り上げなかもんな、九州勢で。だね。前田出てくれるかなと思うと、前田喋ってくれるかなと。いや、喋るよ、喋るよね、あれは喋る。誰か一人つけなか、辰川さん出てくれますね。いや、マネージャーをマネージャーを誰につけないのかな、誰かつけなかな、前田と。いや、大野だったらええかも。まだ大野また出てもらっても前田は誰をつけようか、それまあまた考えよう、それ。今時間がないけど、うん、いや、結構前田が今広島で聞き取るからね。そうですね、絶対出てもらわない。会うことあります。僕最近会ってないですよ。会うじゃねえよ、まあ、解説で。今俺はあそこみんな集まらないなって、昔は何やかんやで集まるよったからね。あ、この前あの風呂行って、大野と野村の解説がええって言いやがったけど、わしの相手だから。いや、どこで風呂で、おう、あの風呂いうのはあのジムで風呂をジムって言わないんだけど、ジム風呂入ってくるんだから。まだ辰川さんジム行ってるんですか。てるよお前、何してんだよお前。いや最近は体を動かしてるんだろ。
ぱり。いやいや、俺で情報を聞くとなんか。大野さんもジム行ってるの知ってる。立川さん来られて風呂入ってかられますって言って。いやいや、わしは、わしの今のノルマは腕立て20回。はい。で1キロのバーベルを100回、これ左右100回、もうやってるよ。本当にジムじゃなくてもできるじゃないですか。いやいや、フロアジムで入ってる。いや、抗体浴しよう、抗体浴。水とか、ある人ね、抗体浴して、昔は水風呂入ってさ、出るじゃない。ただ10分ぐらいしたら、あったかくなるじゃない。うん、今な、10分ぐらいしたら、震えるんだよ。いやで水風呂入る前にサウナとか入ってその水風呂入る。いやいや、もういきなり水風呂。いやいや、風呂よ。先に風呂入ってサウナじゃなくて、汗が出るまで、まあ、10分か15分ぐらい出るじゃない。それで水風呂入ってちょっと3分ぐらい、2、3分入って、もうやめた。またそれを3回やって、もうやめたらええよ。いや、15度、危ない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 。いや、この前危ない思った。だから今からはまあ大丈夫だけど、心臓負担かかる、びっくりする。5月ぐらいまで危ない。ほんまに、うん、何の話だろうね。ちょっと、いや、なんかね、話がいかないけど、まあ、なんとか編集できるか。でもね、相当編集難しいと思うんですけど。いや、まあ、だけど、源次郎さん、まあ、本当に、91年の感謝するよ、お前らには。いやいや、さっさとお前らにな、ようやく来るだ、ほんま、前田と、まあ、前田もそうですけど、うん、僕はね、本当に今でこそこうやって解説とかやらせてもらって、で野球勉強したけど、あの3年間ってもう自分のことで必死で、来たら取って、ね、辰川さんに怒られるから必死で取ってアウトにして、で送球ミスしたらおさらさんがこう言われてくるなって思って、いや、そうやってやったら投げにくいですよぐらいな感じで、いやいやいや、バンバンって言って取ってくれたら、持ってこいっつって持ってこい、今月いくら持ってこいとかっていうような感じで、まあ、すごい可愛がってもらって、で優勝してからですね、やっぱりちょっと野球こう見えるようになったのは。まあ、でもね、優勝した年というのはやっぱり忘れていけないのはやっぱ津田だよね。津田ね、そうですね、津田のああいう病気でね、戦列させた中での、そうそう、やっぱりお前津田と物言ったことあるの？ありますよ、何回も飲みに連れてもらいましたよ。飲みに連れてもらった。バカしたんじゃないやつ。いや、そうでもない。なんかおとなしかった。秋田の、うん、遠征で山瀬球場だな。で山瀬か、山瀬移動日でご飯食べて一軒飲みに行こうって話になったんですよ。ただ山崎さんがなんかが、つね、ちょっと店探してこいって言って言ったら、いや、僕行きますよ、大丈夫、あれ得意なんじゃって言って、で、僕後ろついて行ってたら、津田さんがガチャンって何屋さんいますか、あ、すいませんって、その様子を見ながら様子をね、わかります、わかる、得意じゃないですか、あれの。で、ま、それで何屋さんいます、あ、間違えましたって閉めて、ちょっとこう、可愛い女の子がいるような店とかって、バーンって何屋さんいますって言ったら、あ、間違えました、何屋さんとかって言いながら行って、何軒目か行った時に、何屋さんいますって、すごいオーナーが飲んでたんですよ。何しようなって、まあ、顔見えんだか分かるけど、やばいって言って、そういうことありましたよ。素晴らしい、素晴らしいよ。いやいや、まあ、津田と言ったらね、私一番覚えてるのは、木島高原での、別府木島高原、はい、今は栗林苦しんでるじゃない、はい、でこれも抑えやっとるし、健次郎もピッチャーもやったことないけど、よう分からんかも分からんけど、抑えってね、やっぱ結構ねストレス溜まるのよ。ほんでね、津田が3年目にね9敗したんだよ。9敗ストッパーで、ストッパーで9敗で、アナさんはお前佐伯鶴城高校の大先輩は帰れんかった、ずっと、はい、ずっと帰れんかった。その時もうね、結構商売ですよ。あ、だからね、津田の一番良かったボールなんじゃん、入団した時ストレートじゃないですか。いや、ストレートも良かったけど、それに双璧してええのか、なんじゃん、フォーク当たり、すごいフォーク投げよった。これ受けた瞬間、私3球受けたらね、発信事業になれるのが分かる。3球受けてな、あ、いけるな思ったの津田。それで今の長富、はあ、川端がちょっとね、わあ、これ大丈夫かなと思ったね。やっぱりじゃあ2年目に出てきた川端、長富のスライダー見た時に、ああこれいけるな思ったよ。いけつなかったもんね。あれ一番守りやすかったら名前出たんですけど、お川端さん、あ、バッターね、はい、コントロール良かったです。おお、バッターショートゴロ多かったもん、多かった。そこでね、こうやってね、こうやってこうそ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 う
だからその時ちょっと三遊間を持ってそこに来てたんで、バター独り言言いながらよう喋ってから、こうこうマウンドの上でね、こう鳴らしてね、ブズ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 って今日終わったらヘネシーかーレミかーでもそれでじゃあ最初に津田さんが新人を取って、うん、で長富さん、長富で川端さんは1年目は新人を取らなかったんです。で2年目に取った、うん、あ2年目に取った、2年目取った。だからピッチャー多いよな、ピッチャー多かったですね。そうね、なその後山内はだいぶ離れた、山内雄介、これは笹の話になって、笹も十何勝して13勝7敗17セーブだよ、17セーブして新人王を打たなかったよ、与田がいたんや、そうそうそう、だけどどう見ても津田が上だ、圧倒的に津田さん、それはお前与田34セーブなんて、お前津田ポイントだけどお前30じゃん、笹岡だよ、だから笹の方が絶対新人王だったよ、今津田津田と言ってたから、言うたか、ボケと思ってるな今頃ボケてる、分かってるから分かってるから、まあいいよいやいや、それだけどまあ笹あれかな、ビジュアルで負けたんかな、いや違うでしょ、やっぱり150キロっていう球と、うん、与田さんもすごかったですよ、やっぱり、いや与田もすごい、だってでも数字からしたら両方絶対やってるんですよね、そうそうそう、でも今やったら、今やったらでも特別賞もらったよって、いやもらってます、もらってます、水上が満塁をもらったのを覚えてる、そうそうです、あの試合で、うん、あの試合で僕水上さん仲良かったじゃない、めっちゃ仲良かったおい、試合一回デーゲームとない球上手こんかったやん、その話の前にその与田さんがあの津田さんからホームラン打ったじゃないですか、名古屋球場 であの時に市民球場も踊れやろっていうのがあるんかもしれないけど、相手チームがヒーローインタビューしたら、名古屋行ったら水上このたわけたわけたわけのやつたわけのやつで、あるじゃないですか、これでバスで帰ってる時に そこにいた子供みたいなのかなんかが、あの名古屋球場こう三塁側からずーっと行ってバスに乗ってカーテンみんな閉めてて、開いた瞬間でダーンってみんな窓開けて帰るじゃないですか、さあその田脇くんがチャリンコ乗って追っかけてくるんですよ、そしたら水上さんが水上この水上ってバスでこう来るわけですよ、水上さんが言わなくていいのにね、バーってどうもって言ったんですよ、だから田脇って東京ホテルで追っかけてますいや、あのおっちゃん球場でもずっと言ってるし、試合が終わってからもう本当に自転車でね、追かけてきてたよね、だけどね、あの小早川がさ、ボールやったんだよ、あのおっさんね、たわけのおっさん、うん、それから、毎回ボールあげたらおとなしく返したんだ、たわけの親父、あの小早川に聞いたら分かる、この小早川出てくれるはずだから、たわけの親父の話を小早川に聞いたら分かるで、その水上さんの、うん、デーゲームとナイター間違えた時にあの事件よ、で水上さん寮にいたんですよね、で僕と一緒にいつも行ってたんですよ、で水上さんの部屋いつもノックして、水上さん行きますよって言ったら鍵かかって、あれ今日早く行ったのかなと思って球場行って、まあ、僕は練習するじゃないですか、そしたらマネージャーが野村水上今日一緒に来てない、いや水上さん来たら来てないんだよなって言って、練習終わりました、いない、こっちはいろんなとこ電話する、繋がらない、携帯も繋がらない、で1あの時1時からの試合だったのか、1時半の試合だったのかな、試合始まる、で僕試合出てる、で守り終わっていったら水川さん来てない、2時ぐらい、いつも練習に行くでナイターの練習に来る時があってバッて水川さんが入ってきて、やっちゃったって言って、何気なく何回ぐらいかな、いや3回か2回か3回ぐらいからベンチ座ってましたよ、あれ、まあ、事件があるもんよな、あの真面目なね、ものすごい真面目なんや、水上本当は真面目ですよね、真を真面目なの、はい、おさめちゃんとあの同級生ですよね、そう、あの2人が前クリーンアップ打っとったんじゃけ、でもあの水上はおしゃれかどうか知らないけど、あのコロン、うわすごいすごいコロンだったな、つけてにすごい、はい、今日はシャネルのね、どかシャネルのね、うわそうそうそう、あれを使ってて、あの香水じゃないですよ、ヘアトニックなんですよ、あトニックだ、ヘアトニックなんですよ、コロンとかじゃなくて、コロンじゃないですよ、ヘアトニックを、僕見てたんですけど、いやそこまで振り上げみたいな感じで匂いがすごかったすごいんですよ、こうやってグワーってやって、その水上は今どこにいんの、水上さんは今ね、あの大学の高校の監督やってるよ、あ、そうなんですか、あの横浜の高校の監督、あ、そうなんだ、
じゃあ携帯で調べたら分かる。すぐ出てくるよ、出てくる。なんとかこう。いや水上さん本当お世話になったです。いやいやいや、あれ味出したよ、高田と二人。高田さんね、高田さん今、高田さん今あれですよね、なんか養護の仕事。そうですよね、あの免許取ってね、養護のいろんな老人の介護老人のあれなんかテレビで一回出てなかったっけ。で、ね、第二の人生やってね、中田やってね、うん、そういや寡黙なええ男だったよ。インコースよう詰まりよったけどな。いや覚えてるのが、うん、それなんかな乗ってる時に C 車取られて、そうそうそう、撮ってて、うん、で水上さんがベンチでやじるんですよ、中田さんを、うん、タカー特別行けって言って今詰まったって言うんですか、うん、バットで思いっきりグジャーって詰まってピッチャーの後ろに落とすやつそれ打ったんですよ、うん、お前そんな C 車取ったんだろって言ってひどいこと言うなって思う。いやだからほんまあんくらい文部省推薦の真面目なやつおらんかったな。真面目だったですね。だってあいつまとめ喋ったことあんまり聞いたことないもん。わしも喋ったのよ。口数すごいなんか少なかったね。ロッカーが隣だったけど喋った。ああそうなんだ。でもね、俺も長い間現役したりいろんな選手と付き合ったけど、さすがに移動であのやつ、まあそれは見えないけど、あのやつをこう若いの見せながら移動する選手って一人しかいなかったですよね、誰や